こんにちは、椎名なるみです。この度、アイドルグループをプロデュースすることになりましたというわけで、もうね、発表されていると思うんですけども、この度ね、私の、前からの夢だったアイドルをプロデュースすることになりました。本日11月1日から、11月25日までの期間に、オーディションを募集ということで、なんかオーディションのなんか応募者だったらなんかどういうことが気になるだろうと思って、なんかちょっと自分なりにね、なんか私がオーディション応募する人だったらどういうことが気になるかなって思うことをちょっといろいろまとめてきたので、なんかそれについて話していきたいなと思います。まずですね、グループのコンセプトは、誰かを救える私になりたいっていうのがグループのコンセプト で、私のプロデューサーとしてのテーマは、そういうなんか努力が報われない世界をぶっ壊すっていうのが私の個人的なね、あのテーマなんですけども、まあ、イメージ的にはやっぱり女の子が憧れるアイドルっていう感じが作りたいですね。なので全然恋愛の歌とかも歌ってくよみたいな、あの作詞ももちろん私がしますし、あの今後結構楽曲提供とかもね、あのあると思うので、まあ、全てをね私があの作詞に携われるかわからないんですけども、結構私あのデビュー曲はあの私が作詞を担当、します。まあ、私普段自分のライブとかでもそうなんですけど、まあソロだから当たり前なんですけど、生歌でライブしてるので、基本的にはまあね、生歌でライブが楽しいグループにしたいなと思っています。まあ、今回ね結構オーディションをするので、なんかガチ未経験者の子とかも全然応募してほしいなと思うので、経験者じゃなかったらね、やっぱいきなりなんか生歌とか難しいかもしれないので、デビューに間に合うかどうかとかちょっとまだわからないんですけど、ゆくゆくはね生歌でライブができるグループを作りたいなと思っています。見た目がこういう子が欲しいとか、あの特にないです。はい、やる気あるあの人とやりたいので、性格がなんかちゃんとあの根が真面目というかあのちゃんとモチベーション持って活動してくれる子が嬉しいので、そうだから顔が可愛くてね、モチベーションない女はねいらない、別に。そう、女の子なんて可愛くなるから、うん別に後からいくらでも可愛くなるから。でもそんな感じで、性格クソな女はねやっぱ一生クソだし、性格ってやっぱ治んないから、そこの部分はねオーディションで見たいなと思っています。誰かに憧れていた側から今度は女の子たちが憧れられる側になれるような、そんなね場所、そんなグループにできたらいいなと思っています。そして楽曲、衣装、イメージ、楽曲に関してはやっぱ私の好きな系統がそういうアニソンっぽい感じだったりとか、まあ、ロックとかバンドとか、まあ、エモいみたいなジャンルが、ジャンルというか、まあ、エモい感じの曲とかが好きなので、まあ、そういう楽曲の方向性になると思います。そして衣装に関してはですね、衣装のイメージと楽曲のイメージをね、公開してあるんですけども、まあ、色は、白に、なりました。なんでかっていうと、まあ、始まりの白ということで、まだ何も色がついてない女の子たちが、まあ、このグループを通してどう成長していけるのかを皆さんに見せていきたい的な意味を込めて、カラーは白でお願いしました。そして、儚く、強い女の子というイメージで、なんかこう、ブリブリとしたね、可愛らしいね、アイドル。キュロンって感じのアイドルっていうよりかは、こう、ちょっとなんか上品で凛としていて、なんかこう、女の子たちがついていきたいって思えるような、なんか女の子みたいなイメージを、こうもう私はめっちゃ抽象的なね、こういう女の子みたいなの子を送って、それを衣装さんが形にしてくれました。でね、やっぱり自分自身が応募者の、あの立場というか目線になった時に、やっぱりそういう衣装ってどういうのなんだろうとか、楽曲ってどういう楽曲なんだろう、こんなんかどういうなんかコンセプトなんだろう、方向性なんだろうっていうのが、こう分からない状態で応募するのって、ね、すごく不安だなと思ったんですね。なので今回は、楽曲の、まあ、ワンコーラス一部分、デビュー楽曲の、一部分と、衣装のイメージを皆さんに分かりやすくお伝えできるように動画をご用意しました。そちらもぜひぜひチェックしてみてくれたら嬉しいです。詳しくは、明日ですね、明日、こちらのチャンネルに上がるサムネ上げておきますね、のインタビュー動画にて、もうめちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃ詳しく話しているので、まあ、そちらを見ていただきたいなと思うんですけど、あの公開されたらね、あのリンク貼っときますので、そこから飛んでいただけたと思うんですけども、やっぱりね、なんか何でもいいからアイドルやりたいですみたいな女の子は私のグループにはいらなくて、そうだから先に衣装公開したり楽曲公開したりして、これをもう全部
もう見せるのものは全部見せて、これでやりたい、これこのグループでやりたいと思ってくれる女の子とやりたいから、もう全部全部そういう、もう情報はね、もう惜しみなくバン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 出していこうと思って、動画をね作りました。そしてですね、なんか一応そのだからその楽曲とか衣装とかそういうことがみんな気になるかなと思ったんですけども、なんかこれからね、もしかしたらこのオーディションを受けようかなって思ってくれてる女の子だったりとか、なんかなるみんアイドル作るんだ、じゃあそのグループ応援しようかなって思ってくれている人たちにとって何が気になるというか、なんか質問あります？何が気になるかなと思って、もしよかったらこちらの動画のコメント欄でね、このグループアイドルのグループに関する質問を募集します。何でもいいです。なんだろう、何が気になる、みんな、なんかライブしますかとか、どのくらい活動しますとか、そういうことかな。アイドルの方のねチャンネルで今後私が多分答えていくと思うので、皆さんぜひぜひよかったらそのアイドルの方の、アイドルプロジェクトの方のチャンネルも登録してくれたら嬉しいです。今後ねたくさんね、私のインタビューだったりとか、もうこのプロジェクトに関わってくれている方々のインタビュー動画とかも今後出る予定なので、皆さんチェックお願いします。正直ね、あのチャンネル登録とか高評価とかはしなくていい、今回はマジでこの動画に関してはしなくていい。ただ拡散してほしいの、その、この動画だったりとか、私がすごいそのアイドルのプロデュースに上げてる私のチャンネルのティザー動画と、アイドルのチャンネルの方に上がってるティザー動画をもうぜひ拡散して、一人でも多くの女の子にこのね私のオーディションのことを、ね、知ってほしいの。だからよかったら拡散の協力をお願いします。あの次戦他戦問いませんので、こう自分自身で、やってみたいなと思って応募してみるでも嬉しいですし、なんか逆になんかアイドル向いてそうとか、なんかそういう子がいたらお友達にこのオーディションのことをぜひ進めて、もらえたら嬉しいです。一次審査はですね、もう本当に簡単なプロフィールと、写真を送るだけなので、正直もう本当に簡単だと思います。なんかもう本当に、5分もかからないくらいでね、あの応募ができるので、ちょっと25日までという短い期間にはなってしまうんですけども、まあ、少しでもね、なんかこう人生変えてみたいなとか、このオーディションをきっかけに人生変えてみたいなとか、こうね、このグループでだったら夢を叶えられそうとか思ってもらえたりだとか、なんか少しでも興味が湧いてもらえたら、オーディションに参加してもらえたら嬉しいです。というわけでね、まだ見ぬ、メンバーの皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。というわけで以上、椎名なるみでした。バイバーイ。